赤独自の5つの無料化と銘打っておりますが、すべて所得制限はありません、すべての子どもを等しく対応するのが特徴で、例えば医療費については、18歳まで完全無料です、市外の病院も無料、薬代も無料です、お金はいりません、なぜなら先に税金や保険料で国民の皆さんから預かっていると認識でありますので、赤獅子はお金を取りません。保育料料は2人目以降完全無料です 3人目も4人目も、子どもの年齢も関係ありません。そんなせこい要件は貸しません。おむつについては1歳まで無料で家にもお届けします。給食費は中学校まで無料。遊び場も親子ともみんな無料にしていっております。加えて次のページであります。加えて寄り添う施策。明石市では養育費を立て替えて払っています。親子の面会交流で、別居している親子のまさに時間を作っています戸籍のないい子もにつてて支援もしております。 児童扶養手当は毎月支給しています。そして子ども食堂はすべての小学校区にあります。児童相談所の改革で第三者の審査も国に先立って実施しております。これら全部全国初です。自慢できることではありません。世界でのグローバルスタンダードが日本だけやっていない政策ばっかりなんです。 日本がしないからやむなく明石市がグローバルスタンダードの施策を捨てるだけでありまして、私としては子どもに対して申し訳ない気持ちで、おそまきながらやっているという認識であります。これらの施策、ぜひ国でもやっていただきたいと思います。子どもを本気で応援すれば、人口減少の問題に歯止めもかけられますし、経済もよくなっていくと、私はそのように考えております。